初めての、モンストの録画機能を使って、実況中継をしております。今回お届けするのは、英雄の神殿のですね、一番上なんつったかな、修羅場ですね、そちらのプレイ動画を載っけたいと思います。今まで最近ですね、活躍の場が結構少なかったのかなと思われる、ノンノなのですが、今回このステージにて、大活躍、できるかなと思われます。まずこの面はですね、ゾンビザコ右上と左上にいる、あいつがですねから倒してください。他にも、このステージで使えるであろうなと言われる、思われるキャラですね、アグナムート、アグナムートの神化ですね、ロボットキラーと魔族キラーがついているので、ゾンビ系のやつと、このロボットですね、両方とも倒せます。なのでアグナムート神化、このステージにおいてはかなり強いかなと思われます。とにかくこのステージは、ザコ1ステージ目でですね、ザコ1体を残したら、SS 貯めてください。 SS を貯めないと、やられてしまいます。なのでこのステージで大体イザナミが12ターンぐらい、今22ってなってる数字のところが、12ってなるくらいまで、SS を貯めてください。ギミックがですね一つもないです。ダメージウォールもバリアーもワープも一つもありません。ただ相手の攻撃力が異常に高いので、イザナミのメテオなり、コルセアのコルセアとリョーマの亡霊系ですね、そちらでザコを一掃しつつ、SS を打って倒すような感じになると思います。もうちょいですね、もうちょい貯めます。もう少し貯めます。初めての録画機能、どのような、プレイ動画が撮れるのか非常に楽しみですね。僕自身も初めてなのでどういう風に撮れるかは分かりません。そろそろ行きましょう。はい、2面ですね。2面はゾンビとロボットで、まあ倒せるところから倒していきましょう。だいたいイザナミの SS を基準に考えたら、1桁ですね、まあ、9ターンぐらいになれば全然 OK です。ノンノの位置が非常に悪くなってしまったので、あの位置からスタートしてはダメなので、まずノンノのターンに回してノンノの配置を下げてからボスに行きましょう。下に下がります。できれば右下、あーダメでしたね。配置がどうだったっけな、右下から、あー右下ですね、右下真ん中左上っていうような感じでボスが来ると思います。ちなみに削りの2球です。2球はおそらく、5% かな、 5% いやもうちょいあるかな、結構パーセンテージ減らしてくれます。あ、やべ、上倒す忘れた。あ、左上のこいつから倒さないとダメですね。で、上にはまるので こんな感じで、あら、ミスちゃった。結構上にはまるんですよ、このカエル。
なので上にはまってカツンと倒すような感じがベストなのですが、ちょっと失敗してしまった。ボス攻撃します。あの左上のカエルがですね、非常にダメージ強いので、本当は上に上がりたくないんですが、上に上がって倒します。ダメだ、ウィー。これはノンノ下げます。ノンノ下げ、いや違うな、上じゃないとこれは倒せない。こいつを倒さないとまず倒します。はい、こんな感じで挟まります。今だいぶ倒すのが遅かったんですが、本来だったらもうちょっと早く、あの上に挟まってカンカンで倒せます。で、HP 余裕あるので、あ、HP 余裕じゃないな、ここまで雑魚を減らせれば時間に余裕がありますので、あのハートを育てましょう。で、ノンノの配置も下げたいので、ハートを取りつつ下げながら倒してクリアします。おー、クリアできない。次が真ん中だったかな。ちょっとずらします。ノンノの右真ん中目にしとく。 OK ですね。あ、次は右に2体か、フロッキーとカエルが来るんですね。ミスっちゃった。もう撃っちゃいましょう。あのフロッキー、このカエル同士の間に挟まるイメージですね。撃っていきます。ちょっと微妙かな。まだ使わないでおきましょう。龍馬は取ってきます。うん、食らう。次の攻撃が、カエルの1個だけなので、カエルフロッキーの下に入り込もうとします。あ、失敗した。結構ダメだなこれ。ちょっとイザナミはこっから出たい。 OK。 次は左上に出てきます。ノンノを左上に、左上じゃないですね、左下ぐらいに配置するイメージで戦っていきます。回復しましょう。本当だったらですね、フロッキーの下にノンノを配置していればこの面でこんなに苦戦することはなかったです。左下ですね、左下に行きたいので、左下の日々の間に挟まりに行きます。ちょっとだけずれましたね。もうちょっと左がいいので、ノンノに触れて左にノンノをずらします。こんぐらいの配置で OK ですね。あとはもうクリアです。クリアを目指します。おい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 、あーだだだ、ずれちゃった、バカ。はい、龍馬から撃ちます。龍馬の号令で雑魚を一掃します。全員当ててみんなでバーってやった方が、ここは雑魚がいなくなって戦いやすくなります。ノンノは左下に入りたい。まああわよくば上に挟まっても OK なので、こんな感じで。いやだからダメだね。メテオで暴れてジュラザウラーも倒しに行きます。
からはもう総力戦です。がっつり削っていくイメージで、脳を中心にやっていきます。ノンノの配置がちょっといまいち良くないのでダメですね。うわ減る。ハートがないのが痛い。振っちゃいましょう。次のイザナミで決めたい。おお、ハートだ。ハート優先にしましょう。こんな感じ。お、倒した。初めてのプレイ動画撮影機能を使っての実況でした。ね、だいぶ参考にならない動画かと思いますが、ご覧いただけたら幸いです。はい、失礼します。